貴様たちの墓場ができたわ。女どもも再び人質だな。カン、アイリスは私が守る。やつらの手に乗らないで。クソ、おとなしく殺されちまいな。そうすりゃ女どもは助けてやるよな、親父。言ったはずだ。俺は貴様らを殺すために雇われた男だ。何？はったりだ。そんなことできるはずはねえ。女を人質に捕らえたら手も足も出ねえ服抜け野郎だ。親父、もしこいつが指一本でも触れたら女どもぶっ殺してくれ。そうすりゃこいつの言ったことがはったりかどうかすぐわかる。さすがわしの息子の中で一番の切れ者。試してみろ。もしお前に手出ししたら女どもは口刺しだ。汚ねえ手使ってよくも兄弟をやれやがったな。あらあら、手出してみねえか。あら、なんだその目は。俺はな、てめえみてえな野郎がでっきれなんだよ。このガキは、どうしたい。手出してみろってんだよ。おい、ハッタリだって言ってみろよ。おら、汚ねえ面近づけるな。なんだと。さあ、女を殺してみる。